もう少女はソース派の話なんで、少女派とか違う、え、これ何の話、何がソース派、何が醤油派なの。え、目玉焼きですか。そりゃそうやで。あ、そうなんだ。え、何。いや、僕一般的にどっちが好きかって話かと思った。そらないわ、ソースカツ丼醤油で食うばっかおれへんやろ。いや、そりゃそうでしょ、ソースカツ丼って言ってるんだから、うん、醤油カツ丼になりますね。そしたらソースが好きなのか醤油が好きなのかみたいな、そういう話かと思ったりして。目玉焼きに醤油ですよ、それはもう絶対醤油。え、塩コショウないよ。いや、それ、あ、じゃ あ、先生はめっちゃマイナーやわ、それ。あ、マジですか。醤油はないね。あ、本当ですか。うん、でたまにウスターソースで食べたい日はあるよ。あ、塩コショウってことですか。そう。いや、先生、それはないですわ。ないっていうか、ちょっとないです。言うとけど、コショウってあれやで、ラーメンにかけるあのコショウちゃう。粗挽きの黒コショウやで。わかりますよ。卵ですよね。目玉焼き。目玉焼きですよね。そうよ。ゆで卵じゃないですよね。ゆで卵ちゃう。ゆで卵をソースで食う。いや、塩つけますけど。うんうん、醤油だと思いますよ、一般的には。え、何、自分はなんか大多数やでみたいな顔して。いや、でも醤油かけるけど、うん、なんか卵ちょっとテリテリしてるから醤油が馴染まないじゃないですか。馴染まないだからちょっと垂れて細かいね。垂れて、うん、その周りのレタスとかにつくじゃないですか、醤油が、うんうん、なんだったらつくね。はい、それだけ。はい、ソースの利点はそういうことがないってことぐらいです。卵にきれいに乗る。違う、同じことが、同じ現象が起きるよ。ソースでもですか。え、でもあんたソースって何、おたふくソースのこと言ってんのちゃうやろ。え、ウスターソースやで。あの、いわゆるブルドッグのやつですよね。あ、じゃあお好み焼きにかけるやつちゃうで。ソースですよね、醤油の色のソースですよ。ウスターソースよ、だから。あ、わかります、わかります。シャバシャバや、あの大阪の串カツ屋の二度漬け禁止のあのソース。あ、トロトロじゃないですね、うん、シャバシャバよ。あ、そうなんだ。え、それはちょっとわかんないです。全然でも西のあれだから多分ちょっと違う可能性ありますね、その食文化が。また僕のソースのイメージはもうトロトロしかないんで。ソースはトロトロやけども、はい、目玉焼きに限ってはウスターソースやで。それはだからちょっとないですね。ウスターソースの使い方は多分関東の人はあんま知らないと思いますね。あ、そうなの。はい、そんな関東代表大丈夫。あ、そう、はい、じゃあまあそういうことちゃう。目玉焼きのソースが醤油派の、そのソースが、あなた言ってんの、あのお好み焼きのあのおたふく。いや、だから僕はだから目玉焼きには醤油しかかけないですよ。かけたことないですけど、仮にかけるんだったら醤油ソースだったら卵にこうなんとなく乗っかるからいいのかなって思ったんですよ。ドロドロドロってなっちゃってたら乗らないじゃないですか、レタスにしか。だからあんまり、なんか目玉焼きの横にはレタスがある、ね、まあありましたね、うちはキャベツだったかもしれないですけど。普通はベーコン。うちベーコン出たことないですよ、ね、え、だから母はベーコン出さへんのかい。ベーコン出たことないですね。いや、出たことあるかもしれないですけど。でも、じゃあ何、ハムですね、ハム。カルボナーラもベーコンじゃなくてちゃんとパンチェッタでやるとか、そういうこと。カルボナーラがうちで出たことあんまないですね。ないの、はい。つまりそのソース、目玉焼きの時のソースが醤油派の時のソースは一体どんなソースかって、そういうこと。いやいや、だからソース派じゃない人が答えられないんで。いや、でも先生醤油派やけど、ほら、まあそう、イメージです、僕のイメージ、うん、てかそもそもあのシャバシャバのソースのイメージが僕の中になかった。ウスターソースあるやん、ウスターソース、怒りのウスターソース売っとるやん。いや、知らないけど。ブルドックソースとかそんなんちゃうの。ブルドックのは濃いやつですよね、あれ。だから僕はどっちかというと関東と関西のその食文化の違いとか、そういうところをもうちょっと聞きたいですね。どっちかっていうとその方が答えやすいじゃないですか。関東は濃い味、関西は薄味みたいな。